はーい、いくかつです。今日は簡単かわいい紙コップクラッカーの紹介です。このチャンネルは保育士、幼稚園教諭の資格を持つ母と子どもの発達、医療の知識を持つ作業療法士の父が運営しています。子育てや保育、教育などの仕事のお供にチャンネル登録よろしくお願いします。今回作るこのクラッカーの5つのメリットを紹介します。まず1、誕生日、クリスマス、ハロウィンなどを盛り上げてくれるアイテムになります。2、子供でも簡単に作れますよ。3、紙コップに好きな模様をつけることでオリジナルクラッカーを作ることができます。4、何度も使うことができるのも嬉しいですよね。5、おもちゃとして遊ぶこともできますよ。作ってですね、使ってみると結構盛り上がりますので、ぜひ奥さんと一緒に試してみてください。クラッカーって確かに盛り上がるかもしれないけども、飛び散ったものを片付けるのが面倒だなっていう人多いと思います。そんな人向けに動画の最後に飛び散ったものを楽しく片付ける方法も紹介しています。また遊ぶ時の注意点、遊びで伸ばせる能力、子供と作る時の工夫についても紹介していますので、ぜひ最後まで見てください。では早速作っていきます。今回使用したものは、紙コップ、固定用のテープ、輪ゴム、アルミホイール、ハサミ、割り箸、ペン、マスキングテープ、デコレーションボール、モールです。クラッカーが完成したので、飛び散ったものを楽しく片付けるための工夫を3つ紹介します。1つ目が、当たりを探せゲームです。飛び散ったものの中に、当たりを決めておき、集めてもらった中に当たりがあればご褒美ゲット。2つ目が、誰が一番集められたか競争。たくさん集められた子はご褒美ゲットです。3つ目が、飛ばすものをモールにすることです。モールは中が鉄なので磁石で楽しく集めることができますよ。こちらの動画を見てください。遊ぶときや使用時の注意点を紹介しておきます。1つ目、人に向けないように指導してあげてください。2つ目、
小さなお子さんがいるときは誤飲に注意しましょう。3つ目、食べ物や飲み物などの料理に入らないように工夫してください。せっかくの楽しい時間です。怪我や事故が起こらないように大人が注意してあげてくださいね。このクラッカーで遊んで伸ばせる能力はアルミのボールをつまんで引っ張るので指の力がつき、ボタンの留め外しが上手になったりします。それから靴下が上手に履けるようになったり、字を書くときの筆圧も強くなることがあります。そしてどれくらいの力で引っ張ったらよいか、指先の力の加減ができるようになりますので、箸の使い方も上手になったりします。では最後に子供と作る時の工夫を紹介します。パーティーなどの前に子供と一緒に短い時間で作りたい時は、コップに模様をつけるだけでもいいと思いますよ。紙コップへの模様の付け方は、ペンで絵を描いたり、マスキングテープやシールを貼ったり、子供の能力に合わせて調整してあげてくださいね。楽しいパーティーをさらに盛り上げるために、ぜひ試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。いいねボタンを押していただけると励みになります。子育てや仕事のお供にチャンネル登録してもらえると育活が喜びます。それではまたねー。